はい、どうも皆さん、こんにちは、野永井です。今回はね、まあ、ちょっとした疑問なんですけど、この星が4とか3とかの時にヘリコ来ますよね。そのヘリコが来て、そのロープで持って隊員をスッて落とすようなやつありますよね。あれでロープを下ろした下にこっちもヘリを出して、でもってそこでローターを回転させてたら、あいつら隊員が降りてきた時にそのままローターに巻き込まれて死ぬんじゃねえのかっていうことで、まあちょっとした疑問ですね。それをやっていきたいと思います。というわけで、じゃあやりますか。まず、じゃあヘリ出す。ほい、でもって手配度を上げます。忘れた、こっちか。もう一個かな。ほい、まあ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 、ほい、来た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 ね。オッケー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 。であいつらがラベリングで、おーしおしおし、来たところへ、ここだな、ここでここでこう回しとくわけだ、ここね。したら、いやバカだろお前ら、お前らバカだろ。はい、以上。いやこれやりたかったんですよ。いやバカだろあいつら。ちゅうわけでね、いやマジでなるんだねあれ。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。ではでは、次回もまた、サンアンドレアスで会いましょう。